笑っていいとも。春、秋の祭典スペシャル。笑っていいとも。春、秋の祭典スペシャル。笑っていいとも。春、秋の祭典スペシャルとは、2001年3月26日から2009年10月12日まで、春と秋のテレビ番組改編時期の主に月曜日、放送時間は、基本的に21時23時33分。 JST に富士テレビ系列で生放送されていた、笑っていいとも、のテレビ番組対抗戦の特番である。月曜日に放送できないテレビ大分では5日後の土曜日の正午から放送している。モノラル放送、ハイビジョン制作が実施されていた。総合司会は、森田和義、タモリと火曜日レギュラーの中井正宏、スマップが務めていた。進行は、 富士テレビアナウンサーが務める。名称は、春祭り、秋祭り。FNS 番組対抗。なるほど。ザ・春秋の祭典スペシャル。1983年春マイナス1995年秋。FNS 超テレビの祭典。1996年春、秋。FNS 番組対抗。春秋の祭典スペシャル。 1997年春 -2000 年秋継ぐフジテレビ春秋の番組対抗特番フジテレビ系列でその年の春秋に新しくスタートするテレビドラマの出演者が番組ごとにチームを組み笑っていいとものオリジナル企画コーナーゲームに挑戦し優勝を競うなお後日の通り出場番組がいいともチームの属すべてがドラマ番組であるため この番組には FNS の冠がついていない。出場チームは主に月ツ9、気球、気重、気重と笑っていいとものレギュラーチンチームの敬語チーム。ここに2007年春の大会からは土11の出演者チームも加わり、k 6チームでの対戦となった。なお、この番組はドラマ出演者をもてなすという意味合いから笑っていいとも。 チームは優勝してはならないという暗黙のルールがある。また、笑っていいとも。チームはゲームのお手本と称して、毎回最初にゲームに挑戦させられていた。すべてのコーナーが終了した時点で、最も点数の高かったチームが総合優勝となり、優勝賞金200万円が贈呈され、さらにエンディングコーナーのいいとも選手権スペシャルにて挑戦できた。 その優勝したチームの代表者1名がワイングラス数個にワインが入ったテーブルクロス引きに挑戦し見事成功するとボーナス賞金100万円を獲得失敗すると2位以下の全チームに25万円20万ずつの山分けとなった2004年2005年には年末年始の1月の第一月曜日基本的には1月クールの月9ドラマ開始前週にも 笑っていいとも。新春祭が放送されていた。2006年1月からは冬ドラマ限定で中井正宏のスーパードラマフェスティバル。2007年からは夏ドラマも対象に加わり2009年まで放送されていた。笑っていいとも。おかんした特番ではあるが、通常の生放送が行われていた新宿スタジオアルタではなく、 港区大和富士テレビ本社ビルの V4 スタジオから生放送されていた。これは当番組の出演者がスケジュールの拘束が多いドラマ出演者であることからドラマを収録しているスタジオとの行き来だけで済むという利便性とドラマ収録の合間に当番組に出演できるので普段バラエティ番組に出演しない俳優、女優を当番組に出演させることができるというの二つの理由からである。 スタジオセットも番組初期は、スタジオあるたから、当時の、いいとも、の通常放送のセットを丸ごと持ってきて組み立てていた。2005年から終了までは、この番組用の独自のスタジオセットで放送されて、いたが、当番組終了後も毎年夏に生放送される、FNS27 時間テレビないの、笑っていいとも、増刊合成スペシャルのセットして2011年まで、使用された。 当番組のテーマ曲は、ウキウキウォッチングのアレンジバージョンであるが、年末恒例特番の、笑っていいとも、特大号とも異なるバージョンが使用されており、CM ジングル音としても使用された。ただし、エンディング及び提供、スポンサー表示では、特大号と同じバージョンが流れていた。2009年秋の回をもって、放送終了。なるほど。ザ。 春秋の祭典スペシャルから数え26年半の FNS 春秋の祭典スペシャルシリーズの歴史に一旦ピリオドを打った翌2010年春秋は番組対抗戦を廃止した上でトークを中心に据えた夜の笑っていいとも春秋のドラマ特大号放送以降2011年春のいいともスペシャルで番組対抗戦が一時復したもののいいとも スペシャルは、その回をもって、放送終了。その後、2017年秋から、FNS 番組対抗をオールスター春、秋の祭典目期休決定戦が放送されており、当番組終了以来と抱いていた、FNS 春、秋の祭典スペシャルシリーズが、8年ぶりに復活した。以下は、男性、女性フジテレビアナウンサー。その年により、 アナウンサーが変更する。2009年秋時点。放送時間はすべて JST あたり番組エンディング部分で総合優勝したチームには、その優勝したチームの代表者1名がワイングラス数個にワインが入ったテーブルクロス引きに挑戦をする。見事成功するとボーナス賞金100万円を獲得。失敗すると2位以下のチームに25万円、20万円。 筒山分けとなる。成功するための3つのポイントは、チームごとに代表者3名がアーチェリーで的を狙って撃つ。的の円の一番外側から中心に近づくにつれて、10点、30点、50点、100点、200点と点数が高くなる。的の中心200点の的には小型のカメラが内蔵されており、この小型カメラを撃つと弁償があると総合視界を、 務めるタモリは言う。スリッパで卓球を行い、トーナメント戦で各チーム2組ずつ対戦し、ダブルス戦で戦うが、打順は関係なくどちらが打っても良い。サーブ権は交互で各試合の勝利チームに得点が入る。優勝したチームには100万円が贈呈される。スリッパ卓球の審判は、青木文樹が担当。 チームの1名が丸台に立ち出題された楽曲を90秒間で、にゃにゃにゃのリズムで歌い、他のメンバーが楽曲のタイトルを当てる。当てたら他のメンバーと入れ替わり、パスで最高曲数の1チームのみ得点が入る。太字で表示されているのが優勝チーム。途中参加。ドラマ撮影のため途中参加。現在は大社。夜なぐ2頭から中継で出演。マカオロケのため。 途中参加。当番組のバラエティチームは笑っていいとも。のみなが2009年の FNS の日26時間テレビではクイズ。ヘキサゴン E、跳ねるの扉、爆笑レッドカーペットのバラエティ番組チームでヘキサゴン主体の番組対抗クイズパレード。26時間テレビスペシャルが行われ、同年12月15日にはカスペ。枠でヘキサゴン、レッドカーペット。 目覚ましテレビ、ザ・ベトハウス123、爆笑レッドシアターの5番組6チーム、ヘキセゴンは2班に分割の番組対抗特番、FNS 人気番組対抗、オールスタークイズが放送された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。